熱海温泉の大湯関越泉地図、大湯関越泉とは、静岡県熱海市上塾町にある、かつての熱海温泉の中心的な源泉だった、関越泉。単に、大湯とも、少し坂を上がったところに関連する神社である、湯の前神社がある。現在は、人工的に温泉を噴出させている。伊豆風土器、伊豆風土器の記述には、と書かれており、これは、 大湯完結船のことだとされている。万館商人と湯の前ご源湯の前神社、熱海温泉の開け湯伝説として、奈良時代に、箱根の万館商人が、海中に湧く熱湯によって魚類が焼け死ぬ被害を、被っていた漁民たちの訴えを聞き、飢餓によって、戦脈を、海中から、山里のこの大湯へと移し、この前に車を立てて拝めば、現世も病を治す。 来世も幸せに暮らせると人々にとき、薬師如来と少なびこなの人を祀る社である、湯の前権限を作らせたという社伝が伝わっている。源の実朝の和歌また、鎌倉時代の鎌倉幕府第三代将軍、源実朝は、箱根権限から伊豆山権限へと至る、二所参りの過程で、豊利辰巳に当たり湯り名は、あずまろの熱たみというという歌を残したとされ、湯の前神社に、 家ひも立てられている。豊臣秀治と、真瀬道造1593年9月初め、関白、豊臣秀治が40日余り熱海に当時に来ており、その間、真瀬道造も熱海まで往診に来たとされる。徳川家康と江戸幕府、徳川家康は1602年に熱海に当時に訪れ、さらに1604年3月にも、徳川義直。を、 徳川頼信の二人の息子を連れて七日間滞在し、同年九月には、京都で病気療養中だった吉川博家への見舞いとして、熱海の湯を運ばせたとされる。江戸幕府第三代将軍、徳川家光は、大湯にほど近い現在熱海市役所がある場所に、当時用の御殿を作り、第四代将軍、徳川悦那以降は、 大湯の温泉を真新しい日の木の湯村に組み、江戸城まで運ばせる、呼吸湯が始められ、当初は妊婦たちが担いで運んでいたが後に船で海運されるようになり、第八大将軍、徳川吉宗は8年間で3643個の湯湯を江戸城まで運ばせるなど、熱海の湯は徳川将軍家に愛用された。湯戸による支配江戸時代に幕府の直轄地となった熱海村では、 大湯の周辺に引頭圏を持った27県の湯戸と呼ばれる特権的な温泉宿が連なって、湯寺場が形成されており、大名、旗本用の本陣、脇本陣としては、今池の一笛老と渡辺家の一式亭があった。本陣であった今池の宿町には、1629年から幕末の1845年までの200年余りの間に、 全国の上司65名が来湯したと記録されている。また、明和から慶応までの約100年の間に、熱海について書かれた代表的な気候文だけでも36編存在するとされる。こうして、江戸時代に名声を高めた熱海温泉は、温泉番付で行事役になるほどの知名度と特権的格付けを獲得した。27県の誘導は、 単に大湯の陰頭湯を持っているだけでなく、将軍に、権威を行う地域の名士として、温泉場全体に支配的な力を持ち、熱海七湯の大湯以外の源泉付近にある宿屋に、対して、内湯、二階建て、縁のある畳を禁止させるなど、その営業を監視、制限してきた。 幕末の英仏講師江戸幕末の1860年には、前年に赴任した、初代中日イギリス講師、ラザフォード・オールコックが、外国人初の富士山登頂の帰りに、熱海に立ち寄ったが、愛犬トビーが、大湯完結戦で火傷を負い死んでしまう出来事があり、村人が手厚く葬ったという。この出来事は、本人の著作である、大木見の都内でも触れられており、熱海来訪の記念と、 愛犬、トビー供養のために、現在、大湯観客船の北脇には、オールコックの記念レリーフとトビーの墓が設置されている。また、第二代中日フランス公使レオン・ロッシュも、たびたび熱海に当時に訪れ、温泉療法で健康が回復したと祖国に手紙を書いている。関と熱海御用邸、明治時代の大湯観客船と関明治時代に入ると、 明治天皇の皇太子の教養主任陸軍中将で、後の東宮大夫、将軍、枢密院古門である、蘇我助則が、1875年から熱海に通い、リウマチを治療したとされ、また岩倉くらの命を受けた、内務省の長代先祭が、1886年に、大湯関決泉付近に、日本初の温泉療養所、館を作ったに消失。そのこともあって、熱海には、 多くの政治家や政府高官が、雇用や会談のために訪れており、東京との連絡を取るために、1889年1月1日には、東京・熱海間で、日本最初の市外電話が敷かれた。また、大湯にほど近い、古殿跡は明治維新後、熱海村の公有地になっていたが、1878年に、三菱の岩崎や太郎が買い上げ、 大部分を1883年に、宮内省に建老、当時の皇太子療養のための、熱海御用帝が1889年6月に、竣工し、1931年に廃止されて、熱海町に払い下げられるまで存続していた。周辺開発と、大湯間欠泉の減衰多方で、明治維新によって、江戸時代までの湯土による支配体制が崩れると、 内湯を禁じられてきた、熱海七湯の大湯以外の源泉周辺で、各旅館による源泉開発が盛んに行われるようになり、江戸時代まで7つだった源泉が、明治維新から十数年後の1880年代中頃には26にまで増えた。こうした乱開発状況の中、静岡県は1884年に、熱海温泉と修善寺温泉に対して、 日本初の源泉取締り規則を制定し、温泉場源泉の管理を行う組合、取締り所を作らせた。しかし、1896年の豆草任者鉄道、開通以降の旅行客増大や、さらに1904年からは、日露戦争での傷病兵療養地域として、熱海を含む湯河原伊豆の温泉場が指定されて、温泉客が急増したこともあり、 段開発の流れは止められず、1905年3月から、大湯間欠泉の噴出回数とい出量が顕著に減るようになり、紛争に発展した。世界三大間欠泉とまで謳われ、江戸時代には1日に8回噴出していた、大湯間欠泉は、1884年には1日6回にまで数を減らしていたが、1905年に、本田幸太郎、 寺田虎彦が調査した際には、近隣の源泉掘削と連動して、5月1日には1日4回8分、5月20日には4回4分、5月26日には3回6分と減水を見せ、1911年11月には2回3分まで減水した。輸出量も1905年に1日1200国だったのが、1911年には600国に半減した。 こうした事態に対し、県は、警部長を派遣して、原因となった新規源泉を埋め立てさせたり、源泉開発を警察の認可制にし、違反罰則も強化した新たな取締り規則を制定したり、それまで林業、漁業の管理のみ行っていた財産区、後見区に、源泉の管理、調整も行わせる、区有温泉制度導入などの対策を行い、 大湯の相対的な地位は低下し続けてゆく。1921年から1923年に、再び大湯間欠泉の減衰が生じて、紛争となり、県は1922年に行政権限を強めた取締り規則改正を行い、介入した。1923年5月に他の源泉の輸出制限を行い、熱海温泉全体で7000国のうち3000国。 減らすほどの制限を行っても、大湯は1日1回の紛失と100国の輸出量を回復するのがせいぜいだった。1923年9月1日に発生した関東大地震によって、熱海町は津波被害を中心に壊滅的な被害を受けたが、逆に大湯をはじめとする源泉の輸出量は湯利用せずに海に流すほど一時的に急増し、さらに半年も過ぎると、 再び輸出量が減少し始めるという不安定な状況を受け、1924年から町長主導で原船の町有への移行を模索する動きが始まった。1925年3月25日に国鉄熱海線が熱海まで開通したが、同時期に大湯間決線がついに枯渇する事態が生じ、県が5月に復活工事を試みるも失敗し、 遺跡として保存することが決定された。こうした未曾有の事態を前に、温泉関係者は、熱海温泉組合を組織することを6月に決定し、12月に発足した。震災の復興が進まず、財政が悪化し、輸出量も減少するなど、悪環境の中で調整が難航していたが、丹那トンネル開通を数年後に控えた1931年1月、町会で、 長湯温泉の整備が決定され、主要な源泉の取得と新規源泉開発によって、熱海市が発足する直前の1936年7月1日に、それを確立し、翌年1937年の市政施行に伴い、私有温泉へと移行した。文化財としての大湯関決船1962年、大湯関欠泉のかつての姿を再現し、 文化財として保存するための工事が行われ、8時から19時の間に温泉を人工的に4分ごとに3分間噴油させる仕様に設定された。1976年には、熱海駅前に温泉を噴出させる同様の人工間欠泉モニュメントを設置したに、駅前再開発工事に伴い撤去。1968年には、 市と NTT によって日本初の市外電話を記念した電話ボックスが南脇に設置され、2018年1月23日にはラザフォード・オールコックの記念レリーフがアトミライオンズクラブによって北脇に設置された。2019年5月14日には1360万円かけて行われた再整備工事が完成し、江戸時代の山東京山が書いた名所案内機、 熱海温泉いの絵図を参考に、松と格子状の木作を配置して、当時の雰囲気を再現した。ありがとうございます。